はい、どうも吉谷です。今回ですね、一般のお問い合わせフォームからお問い合わせいただきまして、回答していきたいと思います。昨日ですね、回答させていただいた方からまた来ていまして、結論ですね、ドリームアカデミアに入りたいなと思ってるんですけど、現在の金額が知りたいですということなんですけれども、こちらですね、僕が直近で12月8日、明日ですかね、明日セミナーがあります。で、そのセミナー終わってからドリームアカデミア、今年最後のセールスをさせていただこうかなと思っていて、12月はもうドリームアカデミア最後一色でご案内していく予定です。で、なんでかっていうと、今現在のドリームアカデミアの値段がですね、3万×15回で、45万で、一括払いの場合は一括割で39万8000円、はい。で、2019年、来年からですね20万値上げしまして、5万×13回、65万で、一括割だと60万という価格になります。なので、今年中に入ると、20万値上げ前に入れるということですね。で、来年から60万、一括割は60万なんですけど、来年から。で、60万になったら、当分値上げはしないかなっていうところですね。はい。大幅な値上げは多分もうしないかなという。ただね、僕が今ベンチマークしてる人が、ビジネス学校をやってまして、で、半年で85取ってるんですね。だからそこまで行きたいなっていう。ドリームアカデミアは、僕が60歳まで無料でサポート、60歳まで無料で講義のアップデートをしますので、今現行僕36歳なんですけど、あと24年の無料アップデート、無料サポートがあるので、その僕がベンチマークしてる人が今半年でビジネス学校やってるんですけど、半年で85を取ってるんで、そこに行きたいなっていうのは最終的にありますね。85まではちょっと値上げしたいなっていう。だからただ85に値上げするのはもうちょっと後かなっていう。で、その人ね、コンサルも3時間で50万取ってるんですよ。だから僕もコンサル3時間で50万取りたいなって今思ってるんで、今メインの、コンサルは売ってないんですけど180万なんですね。でもこれ僕のコンサルは一生サポートしますよみたいなコンサルなんですよ。だから3時間で50万だったら全然いいなと思って、ちょっと話脱線しましたけど、一応僕が今ベンチマークしてる人がそれぐらい料金取ってるので、僕もそこまで行くために頑張ります。影響力を出して。で、ドリームアカデミア今2年運用してる、2年開講してから経ちましたけど、講師陣もですね、18名ぐらいいます、今。講義の方を提供していただいてるので。だから、どんどん価値っていうのは僕上げていくので、今後もドリームアカデミアは進化し続ける。普通のネットビジネスの塾とは、全然違うかなという、価値が上がり続ける塾っていう、ですね。講義の方もどんどんアップデートしていきますんで、あと講師陣もね、2年で18人増えたんで、これからもね、増やしていきますから、はい。だから最終的に100人ぐらいなんじゃないですかね、講師陣。僕は東進ハイスクールをイメージしてて、いろんな講師陣がいるじゃないですか、東進ハイスクールって。それのネットビジネス版をイメージしてるんで、東進ハイスクールって今でしょうっていう人もいれば、僕理科かなんかの人でサングラスかけて、おこいつ先生みたいな、その東進ハイスクールの CM 見たんですけど、そのグラサンかけて、この人先生なみたいな、東進ハイスクールの先生面白いじゃないですか。ああいう感じのネットビジネス版を僕は作りたいなと思ってるんで、そんな感じですね。はい、ということで、いただいた質問に対しての回答、これで終わりたいと思います。ありがとうございます。